はい、2305回始めます。2024年2月20日火曜日入ったところですね。はい、いやー、うん、本当にね、普通2月下旬のこの宮城県南部の廃屋って言ったらもう本当にめちゃめちゃ寒くて息が白くなるぐらい寒いんですけど、あったかいね。で、あったかいからね、ストーブ消したらやっぱり寒くなった足元が。だから1台ね、ちょっと遠くにあるやつ、うん、ストーブつけましたよ。はい、でそれでね、朝まで、今日ちょっと本数多いんでね、朝6時、7時ぐらいまで喋りますよ。うん、急いで行きたいんだけど、ちょっと事情あってね、事情あって、溜まってたんで、ニュースが、うん、ちゃっちゃと行きますよ。毎日新聞からですね、これね、まあ前あったね、これ、うん、勾留中に死亡、自殺、あ、自死っていうのかな、うん、いやーね、警察のいわゆるキャリア組の警視正っていうね、方が性犯罪を起こして性暴行とかで、まあ、捕まってね、うん、その勾留されてたんだけども、うん、これ警察署かな、警察署内の勾留中の、うん、状態で自殺したっていうことで、あるんだよね、これ結構ね。はい、ちょっと読んでみます。複数の女性に性的暴行を加えたとして起訴された、中国四国管区警察学校、過去広島市の警視正、岩本浩一被告58歳が勾留中の警察署で自殺を図ったと見られる問題、うん、広島県警による、留置管理体制は適切だったのか検証が求められるっていうことで、うん、これね、本当に勾留中に自殺ね、ありましたね、うん、最近もね、結構あるこれ、うん、勾留とかしてる場所、まあ例えば、まあ、警察署だったり、うん、逮捕されてね、まだ刑が執行される前の、刑が確定する前、裁判かける前っていうのかな、うん、段階で要は勾留されてる状態での人が、まあね、犯罪を犯したっていうのもあるし、この人なんかね、プライド高いって言ったら、ね、なんていうのかな、周りから見ればキャリア組ですよ、キャリア組ね、警察の、うん、58歳の人が性暴行を加えたっていうことで逮捕されてっていうことで、まあ精神的なショックが相当あったと思うよ、うん、プライドもズタズタだし、みっともないっていうのもあるし、死にたいっていうね、自殺願望とかあったんだと思う。これが簡単に自殺ではないけどできちゃうんだね。もう結構しね、自殺してる人いるから、うん、おそらくこういう施設っていうのは自殺防止の、まあ、自殺できるような、例えば紐状のね、ロープのようなもの、紐状のものとかないと思うし、壁とかにもね、そんなのロープとか紐とか引っ掛ける、ベルトとか引っ掛けるようなものとかないと思うし、ベルトとかも支給されてると思わないしね、そうやってね、簡単に自殺できるようなもの、うん、置いてないと思うしね、うん、そういう作りになってると思うし、うん、でもそのね、やりにくさっていうのかな、乗り越えてね、結構自殺するのね、うん、で監視体制とかもあるんだろうけど、それでも止められないんだよね。これ具体的にね、まあ、今回なら今回のこの58歳の方、元警視正の方がどういう方法で自殺したのかとか、やっぱり載ってないよね、うん、これからまたそれ真似て、うん、勾留中のね、人が自殺するっていうのを防止するために具体的な方法っていうのは書いてないんだけども、まあまあまあ、とにかくね、これ記事にはね、留置管理体制は適切だったのが検証が求められるって なってるけども、本当にね、うん、やっぱり犯罪を犯した人っていうのはそれなりのね、刑ね、裁判で確定して、うん、罪償なってっていうので社会成り立ってるから、そこまで持っていくべきなんだろうけど、その前にこれ自殺されちゃったらっていう話ですよ、うん、ね、巡回の頻度とか、規定通りの監視体制だったかなどね、うん、質問が相次いだと、うん、記者会見でね、うん、が留置管理部門トップの大野課長、うん、課長さんはね、調査中
改めて説明すると繰り返したということです。各警察では留置管理に関する規定を設け、容疑者の言動や体調などに、応じて警戒度を設定していると、ね、この人はちょっと自殺しそうだなとかね、この人は精神的なショックが大きいんでちょっと巡回する回数を増やしましょうとかね、そういう規定を設けて容疑者の言動や体調などに、まあ、注意を払っていると。で、最も注意が必要な留置者には24時間体制で、対面監視するなどの対応が取れることがあると。で、県警、広島県警かな、広島県警は、岩本浩一被告を警戒度の高い、留置者に指定していたが、大野課長は自殺の兆候があった、のかは調べている最中だというのに説明にとどまったと、うん、留置場で容疑者から自殺を図ったケースは過去にもあると、うん、約1年半前には大阪府警でずさんな実態が明らかになったと。保険金目当てね、これ覚えてる。で、養母を殺害した疑いが持たれ、大阪府警福島署に拘留されていた男性容疑者、当時28歳が死亡したと。これ覚えてるね、うん、保険金目当てで養母ね、この人の名字まで書いちゃってね、うん、そうそうそう。この容疑者は取り調べ中の雑談で逃走を考えていると、うん、漏らし死亡直前に遺書とみられる便箋が見つかっていたと。福島署は巡回の頻度を、うん、強化することにしたが、実際は大幅に間引いて実施ね、まあ、巡回の頻度を強化してるって言いながら実際はそんなに強化していなかったと、ね、巡回したように偽装していたっていうことが後から分かったと、うん、容疑者の私物保管庫を一度もチェックしておらず点検簿を偽造していたことも発覚ということで、やっぱりね、警察の方の怠慢っていうのがあったと、うん、その時はね、はい、留置業務をめぐっては自殺防止を徹底する一方で留置者のプライバシーの保護も必要になると。だからずっとね、その留置されてる場所をずっと定点カメラで撮ってるとかいうのはやっぱりその留置者のプライバシーにも関わるっていうことで、なかなかそういうこともやりにくいんでしょう。今ね、そのまあ留置場にいるだけではね、犯罪者じゃないから、まだ、うん、逮捕されて、ま、裁判待ってね、裁判で白黒つけて、まあ、無罪って出るかも分かんないからね、その場合は犯罪者じゃないわけだから、まあ、厳密に言ったら、うん、その状態でね、ずっと監視するとかカメラでずっと撮っとくとかいうのはなかなか難しいっていうことでしょうね、プライバシーなことがあるから、うん、警察行政に詳しい京都産業大学の田村正弘教授は、具体的な自殺の恐れがあったのなら常時監視もあり得るが最近では難しくなってきていると指摘。ただ死亡した結果は重大だとした上で、留置場や取り調べで本人の変化を読み取れなかったのかきちんと調べて明らかにすべきだと話したということで、まあ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 、本当、まあ、このニュース見て思うのはやっぱりね、自殺しにくい構造の、まあ、部屋というかね、うん、物もな、ベルトとかそういうのもないだろうし、あと頭ぶつけるとかね、その硬いもの、うん、もうあんまりないような、うん、部屋だろうし、あと監視する人もね、いるだろうしということで、自殺防止っていう観点で作られてる、うん、留置場とかなんだと思うけども、よくその状況でね、こうやって何件も自殺する人出てくるなと、うん、この今回の警視正の件、あと今回この記事には去年だか一昨年だからね、28歳の人が養母、うん、保険金目当てで殺害したっていうケースね、あれこのチャンネルでやりましたね、うん、まあひどい、この28歳とんでもないやつですよ、本当にだったら確か、うん、とんでもないやつ、保険金目当ての殺人ね、養母を、うん、その人も自殺しました。他にも結構あるのね、留置場での自殺、うん、相次いでるからなんとかならないのと、うん、あと
よくできるな、どういう方法で自殺してんのかなってふとね気になるね、うん、私なんかは。はい、まあね、自分の舌噛み切って死ぬなんていう人もいるぐらいだから、うん、やっぱりもうその状況になった場合っていうのは、まあ平常心じゃないっていうかね、みんな精神的に混乱してるっていうか、ある種、うん、なんていうのかな、かなり不安定な、うん、状態なんだと思う。それ踏まえて自殺防止の観点でね、やっぱり見ていかなきゃならない。それでも防ぎきれないんだろうねと思う、うん。あとこの警視正ね、58歳ね、うん、58歳までね、なんとかキャリアとしキャリア組っていうのかな、やってきたんだけど、なんていうのかな、その警察官としての最後のね、最後の方で、ね、性的暴行を繰り返してっていうのが発覚して逮捕されて自殺に至ったっていうこと、この人の人生考えてもね、うん、なんか考えさせられるものあるね、うん、やっぱり何かのきっかけでこの人もずっと前からやってたんじゃないと思うよ、まあ、58歳で今回亡くなってるけど、自殺してるけど、まあ昔っからやっててね、ずっとバレなかったかもしれないけども、まあ、おそらく50代とか45ぐらいからじゃないの、それが、ね、発覚して、ね、複数の女性に性的暴行を加えたとして起訴されたっていうことでね、まあ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 、これまでね人生うまくいってた人が何かのきっかけにね魔が差したとかなんとかっていうところからね、人生ねちょっと狂っちまったのかなっていうのも考えられるし、なんかこの人の人生とかもね、うん、考えちゃうよ、ね、キャリア組だから、ね、このまま放っておけば、ね、悠々自適な年金生活というかあったと思うよ、うん、やっぱりこれ本人もプライドもなくな、ね、なんていうか家族も辛い思いしてると思うしね、うん、耐えきれなくなって、ね、自分自身で、ね、自責の念っていうか耐えきれなくなって自殺したしちゃったんじゃないかなと、うん、いうことを考えてみたり、ね、あと留置場のね、その監視体制というかね、管理体制というか、うん、それをまあね、検証が必要だってなったけど難しいんだと思う。あと取り調べ中のね、本人の、うん、変化とかね、これ留置場や取り調べで、うん、本人の変化を読み取れなかったのかってね、専門家の方言ってるけど、まあなかなか読み取れないと思うよ、うん、ちょっと会話したりね、取り調べ中の態度とかではなかなか、うん、読み取れないと思うよ、うん、この人今日自殺する気だとかね、うん、自殺する気あるのかないのかとかね、なかなか、まあ、本人もうまく隠すだろうしね、うん、わかんないもんよ、人間何考えてるかなんて、うん、いうことです。はい、ちょっと悲しいニュースだねこれはね、はい、悲しいっていうか、うん、はい、ということで終わります。2305回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。